こんにちは、メッセージありがとうございます。今106円の142ぐらいですかね。なんかね、感無量ですね。106円に乗っかったのと、あとはやっぱりこうゾーンをね超えていったってところですかね。高め切り上げ、安値切り上げで、ここまでは思った通りに行きました。結局1月2月は想定した通りになって、その想定したきっかけってのが、おや、ここからバイの方に変わるんじゃないのかと、バイデンさんが執務に就いたその瞬間に私はバイに向かう、要するにドル高になることを、ちょっとこれはね勘だったんですけどもね、そうじゃないかなと思って、そういう見方をしていったらいろんな材料が拾えていったんで、そこからテクニカルを右肩上がりに変更していったわけですね。それまではずっとトランプさんの時はセル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 で取っていったわけですけども、うまいタイミングでひらめいたもんだなと思いました。そしてですね、ご覧のようにトレンドラインのままに売り買いを繰り返して、現在106円に達したということで、106円107円方面にというふうに繰り返し申し上げていたのは、それだけね私自信があったんですよね。でも自信があってもそうならない時もありますんで、やっぱりロスカットはこうねエントリーとセットでということだったんですけども、今回はね、本当にバシッと取れまして、2021年の12ヶ月のうちの最初の2ヶ月は白星白星で来たかなというところでございます。金額も結構ね行きまして、このペースだと念願の年間1000万突破はまあ硬いなと思いますけども、相場は何が起こるか分かりません。これからねもしかしたら急落なり急騰なりがあって、それに巻き込まれるかもしれませんし、私にもね動揺するような機会が訪れて、その時は多分相場を見るところじゃないと思うんですよ。まあそんなこともね覚悟しながら、このドル円相場の中で生きていこうかなというところでございます。まあ今回の醍醐味はね、 W の右辺が強いの W の中に W があるってものを見抜けることができたかなと。これはすごいなと。たまにこういうの出るんですよね。 W の中に W があって、その両方ともをこう仮説立てて予測して、ネックラインを W っていうの2つありますから引いてですね、それがもう続々と達成されて106円に達するというね、感無量でございます。ここまで本当にお付き合いいただきましてありがとうございます。なんかね一緒に相場をこうやって登ってきたぞって感じがしますね。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。また富山で会いましょう。